尖閣沖での中国海警局の動きが活発化しているのはご存知でしょう。ですが、艦艇の交代時にレーダーをオフにしているわ。知ってる人はあまりいないでしょう。今回詳しく見ていきますね。 B3C 哨戒機から丸見えだったのです。それにしても、日本政府はどこまで検討しているのか、日米大での連携が。今後大事になってきますね。日韓での2カ国会議は全て開催されません。日本もついに切れましたね。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本の領海に中国海警局所属の公船2隻が侵入。約26時間経過後の翌3日に同海域を出るまで長時間にわたって領海侵犯を行い続けていたことが報じられた。これら2隻の中国海警局の公船は尖閣諸島周辺海域で操業していた日本の漁船に接近する動きを見せていたため、海上保安庁の艦艇が監視を続け、中国側に退去の警告を継続していっていたという。中国海警局公船による尖閣諸島周辺海域への領海侵犯は、先月の3月29日にも同様に2隻で行われており、この時も日本の漁船2隻に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止している。頻発する尖閣諸島周辺の日本の領海内への中国海警局の公船の侵入行為は、一方的に尖閣諸島は自国の領土だと主張する中国の事態の既成事実化を狙った行動との見方が大勢を占めている。ことに、2021年2月より改定施行された中国海警局法によれば、中国側が必要と判断した場合の武器使用の基準が引き下げられるなど、実力行使を後押しする動きが続いており、予断を許さない。また、このところの2から3年の間で増えている状況としては、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が水上及び対空レーダーをオフのまま航行して侵入、同海域到着時にオンにする運用を行っているという。こうした動きは、日本の自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇の尖閣諸島海域への出入りを把握させないと思って行われていると考えられ、より悪意を強めた行動だと見さされている。そもそも、水上及び対空レーダーを稼働させずに中国側の艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域において日本の漁船など他艦艇との衝突の危険性が高まることを意味している。加えて、一部の中国側の艦艇は日本の艦艇用の民生用のレーダーを搭載しており、あえてこれを稼働させることで時間が中国公船であることを隠蔽する意図を持っていると考えられている。しかし、個人的には、こうしたアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍の、レーダー網から逃れようというのは、かなり無理があるように思え、そうした撹乱をしていることの誇示こそが狙いのようにも見える。また、こうした尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の、航空母艦、
遼寧を中核とする艦隊が、4月3日には、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだという。航空母艦、遼寧は、中国海軍の練習用の空母との位置づけだが、今回、日本の領海や接続水域への侵犯はなく、これが同様のルートで、航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月であったことも、記憶に新しい。その時は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に新型コロナウイルスの罹患者が発生、隔離のため、一時的に太平洋地域で活動可能なアメリカの空母が一隻もない異常事態の際だった。そのため、従来、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、この時とばかりに、自国の遼寧を、これ、見よがしに太平洋本面に展開させたことが、その当時も大きく報道された状況だった。最近の中国は、一時中断が伝えられていた新型航空母艦の建造を再開しており、この遼寧や続く山東と異なり、ついに電磁式カタパルトを装備した固定翼、機運用型になると、召されている。さらに続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた原子力推進の実用化も、進めている模様で、目標として掲げている航空母艦6隻体制の構築を、確実に推し進めてきていることが確認されている。こうした中国海軍の増強に対し、この2021年4月8日にはアメリカの上院の外交委員会が戦略的競争法と訳される法案を示し、こうした中国への新しい対処方法を打ち出したものとなった。アメリカ上院の超党派から提示されたこの戦略的競争法は、日本や韓国との同盟を基軸として安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めている。中でも、日本にとっては、現状中国の脅威にさらされている尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた、その第5条の適用対象であることを、明文化しており、極めて重要な意味を持つ内容だと言えるだろう。2021年1月に誕生したバイデン新政権をはじめとするアメリカは、前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用する恐れがあると、見られていただけに、今回の動きは若干の安堵を伴うものと思える。しかし、例によって中国政府はこの戦略的競争法に対しても強硬に反対する姿勢を早々と表明しており、ウイグル問題にも踏み込んだ。同法の趣旨に対し、主権の侵害を激しく主張している。南シナ海の領有権の主張にも一向に譲歩する姿勢は感じられない中国だが、2021年が尖閣諸島に対する圧力をさらに高めてくることは間違いないだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、流型潜水艦12隻がほぼ完成した中、太平洋型潜水艦が進水式を迎えたことは、令和2年のことだ。はじめこそ、太平洋という言葉に、違和感があったが、今では、総流型と並んで呼び慣れてきた。不思議なものですね。では、今回太平洋、潜水艦の魚雷について見ていきます。発射管についても、見ていきますね。日本は、通常動力型潜水艦ではトップクラス。米国は、原子力潜水艦でトップクラスでは、日本領海内は世界最強なのかな。2020年10月に、命名式と進水式を無事に終えた海上自衛隊の新型潜水艦、太平洋は、前級の、総、流型11番艦、東流。12番艦、欧流をさらに正常進化させた艦艇だ。今回の命名によって、太平洋型と呼ばれることになった、この1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターを、組み合わせた通常動力型潜水艦である。太平洋の推進方式は、前級の、総流型、東流以後と、同じではあるが、前者が、元は、スターリング機関と鉛製のバッテリーを、搭載していたことに比して当初から、専用設計された点が異なる。このため、さらに、総、流型、東流などよりも長い連続潜航時間、行動範囲を獲得し、かつ場所を必要としたスターリング機関を廃止したことで、艦内のスペース効率も向上したとみられる。このことは、太平洋から導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも寄与しており、狭い潜水艦内にもかかわらず、女性用の休息スペースを区画を分けて設けることも可能とした。太平洋は、基準排水量が約3000トンで、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートルとなっており、水中での排水量は未公表だが、4250トンから4300トン程度ではないかと推測されている。潜水艦の目であり、耳であるソナーも、新型の ZQ-8 統合式が搭載され、これにより、従来型よりも、目標の探知精度、能力のさらなる向上が、図られており、ここで得られた情報を兵装とも連携する。太平洋は、こちらも、従来型と同様に、艦首部分に6門の 533mm。魚雷発射管を装備しており、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、また、対艦ミサイルのハープーンを運用することが可能となっている。ただし、新型の18式超魚雷はおよそ94億円と言われる開発費を投じて、2022年2月までの間に配備が進められていく予定であり、太平洋の収益状況によって、これには多少のズレも生じるかもしれない。太平洋は2021年度の概算の予算の中で5番艦までの建造費用が要求されているが、2020年11月の現時点では最終的に何隻が建造されるのかは正式に公表はされていない。ただ、前級である、総、
夕方が11隻収益中、1隻偽装中、前々級親潮型が9隻収益中、2隻が練習艦であることから、親潮型との代替を勘案し、合計8隻は建造されるとの見方が、有力視されている。2018年12月に発表された防衛大綱では、潜水艦の22隻体制の構築が記されていたが、このままで推移すれば、双竜型12隻、親潮型9隻に太平を加えれば、一応、この体制が整うことになる。このため、太平型が8隻まで建造される場合には、親潮型が2隻を残してすべて代替されるか、もしくは収益する潜水艦を増加させる方向に進む可能性もあると考えられる。現在の仮想敵国である中国海軍の増強のスピードを見れば、海上自衛隊の潜水艦22隻体制が強化されることも十分予期されるが、その場合には、現状でも苦慮している要員確保が大きな問題となるだろう。太平は約70名の乗組員が必要とされているが、前級の双竜型は約65名であり、通常動力型潜水艦として大型とはいえ、省力化という点では、課題を抱えていることも事実と言えよう。さて、日本では、太平の進水によって、潜水艦隊のさらなる強化への期待が高まっているが、仮想敵国としての中国の見方が、どのようなものか、一例を挙げてみていこう。中国メディアの中国軍網は、2020年10月21日に、太平について言及し、従来型の双竜型から向上した約2週間以上に及ぶ連続航行期間を指して警戒を要するとの見解を示した。ことに太平は水中での静粛性が増加していることから、これを探知、発見し追尾することは難しいと評し、日本での下馬評と、そう異なることのない指摘を行っている。また、2020年10月17日の今日頭上という中国メディアは、前日の中国軍網と、ほぼ同様な見方を示しつつも、太平はあくまで、通常動力型潜水艦としては優秀だとし、原子力潜水艦の優位を主張している。中国は、新型の原子力潜水艦を保有しているのだから、日本の太平が、いかに通常動力型潜水艦として優れていようとも、これを、上回ることはないとの結論を下したい件だ。確かに、燃料補給がほぼ不要であり、水中移動時も高速度を実現可能な原子力潜水艦は脅威だが、対潜哨戒能力では、まだまだ日米に劣ると言われている中国には、このままの状態でいてほしいものだ。日本が、原子力潜水艦を保有できないことには間違いがないので、同じ土俵で争わなくてよいように、できるだけ中国にはこうした今日頭上の意見を貫いてくれる方が後押しやすいと感じられる。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流潜水艦が浸水。これで、そう、流型潜水艦の12番艦まで出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には浸水式が実施される。早く見たいものですが、横流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は、別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に、日米英合同訓練に参加していた護衛艦加賀、稲妻、鈴月に黒潮潜水艦が合流し、共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても、潜水艦の行動についての発表というが、異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今更公表する必要があるのか。ここからは、あくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか？この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも、黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい、200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし、問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると、推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。
潜航深度については別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。89式魚雷の深度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに旧型黒潮潜水艦はその深さまでは潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水艦が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので、騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか。ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし、中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により、潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にももう一隻くらい極秘任務に当たっていたのではないかと思われるのです。例えば双竜型潜水艦、この艦は潜航深度が極端に深く500メートルいやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかもこの双旧型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した理由が理解できるようです。もちろん、これは推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、旧型潜水艦の最新鋭を追う流潜水艦から目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。
日本の潜水艦任務は極秘ですが、世界一とも言われます。日米での対潜能力は世界でもトップです。そうです。海上自衛隊潜水艦はやしおが、平成10年前艦隊を含めたリムプク、リムパックで、全滅に追い込んだ話を知っているでしょうか。近年、急激な増艦を進める中国潜水艦ですが、まだまだ、日本やアメリカには及ばないということです。では、今回、中国潜水艦ともに、日本の潜水艦事情も、詳しく見ていきますね。急激な潜水艦の精度は、上げることはできないし、潜水艦にはオトモンがあり、中国潜水艦は特徴がありすぎるんだけどな。昨年2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま、航行する中国海軍所属と思しき潜水艦を海上自衛隊が発見。追尾する事態が発生し、大々的に報じられた。国際法上からは、外国籍の艦艇が他国の接続水域を先行航行することまでは、禁じられてはいないのだが、無用な衝突を防ぐため、通常そうした行為を、あえて行うことは控えているのが現実だ。定義上は、ある国の領土から22km先までの海域が領海であり、その子から先、さらに 22km までが接続水域、その外側が排他的経済水域とされており、いわば中間の海域である。この件で中国海軍ものと思しき潜水艦の目的が何だったのかを考えると、最も合理的だと思われるのは、このところ、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自軍の能力を試したものと見る解釈だ。すでに収益させている潜水艦の数的には、戦略型の原子力推進型から、通常動力型の攻撃型潜水艦まで64隻を数えると見られている中国海軍が、日本側の能力を探らんとした可能性が高い。しかし、中国側の予想をはるかに上回った海上自衛隊は、P3 や P1 などの、対潜哨戒機や護衛艦、加賀、などを投入し、容易にこの行動を、探知してしまったというのが実情だろう。もちろん、中国側は、このような不名誉な結果に終わったことを公に認めることもなく、その真相は今のところ確かめる術もないが、一応国籍不明としながらも日本政府が探知した事実のみが残った。この点だけを捉えて、日本側が探知に成功したことで軍事的に優位にあるかといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで劣勢であり、飽和攻撃を覚悟されれば以前危ういだろう。2020年のアメリカ大統領選挙でバイデン政権に移行したこのタイミングを見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けた軍事的な圧力を依然として高めており、危機感は増している。日本や台湾に向けてだけでなく、この2021年1月にはフィリピン沖を航行中だったアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にすら戦闘機や爆撃機を向かわせる行動をとった。一説には、これは
セオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した。中国軍の訓練だったとも伝えられているが、個々の航空機や兵装では、劣ると見られる中国軍が自信をつけてきた少佐だろう。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊を凌駕する世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では、大事が厳しいほどの準軍事組織に変貌している。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は容易であり、日本側も、いざという場合に備えて、陸上自衛隊に水陸機動団を発足させてはいるが、一度上陸を許せば、奪還は非常に困難となるだろう。そのため、中国側の艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそがまず第一の優先事項になると思われるのだが、昨年進水した太平洋を加えて、ようやく当面の目標であった22隻の潜水艦体制が鍵と言えよう。対潜哨戒能力は、これまで見てきたように、高水準なレベルを持つ。海上自衛隊だが、中国のように、数に物を言わせた侵攻を起とされた場合、防ぎきれるのかは、何とも断言しがたい。日本も中国も、昨今の例に漏れず、近代的な海戦での実戦経験は、ほとんどないが、軍事上の事例としては、1982年に発生した。フォークランド紛争を、両国の関係者、共に研究していると言われている。ご存知のように、フォークランド紛争はイギリス領である。フォークランド諸島をアルゼンチンが吸収、一旦占領したものの、イギリスの反撃によって奪還され、終了を見た戦争だった。この当時から、中国は、アルゼンチン側を支持していた国の一つであり、香港の返還を控えていたこともあり、イギリスに対して非常に強硬な姿勢で、対峙していたことでも知られている。2000年代に突入しても、アルゼンチンはフォークランド諸島の領有を、未だ施行しているが、これにも中国は賛同の意を続けており、逆に、アルゼンチンは、南シナ海の中国領有の支持を表明している。こうした両国の利害関係の結びつきは、2015年には、中国の建造する、056型コルベットを、アルゼンチンが購入を決め、その他に戦闘旗や、歩兵戦闘車などの兵器輸入でも、拡大が続けられている。最終的に、フォークランド紛争は、イギリスの勝利に終わったものの、艦艇の損害数を考慮すれば、同国の方が、大きな損害を被っており、一方的な勝利とは言いづらいものだった。具体的には、アルゼンチン側が、一隻の巡洋艦を失ったのに比して、イギリス側は、二隻の駆逐艦、二隻のフリゲート艦、一隻の揚陸艦等を沈められており、むしろ艦艇の損害では上回ってさえいた。現在のイギリスは、仮に今フォークランド紛争が勃発するとしたならば、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは非常に困難だと認めている。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けたという日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した、我々はレーダー照射はしていないという韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。 P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。 P-1 哨戒機はそれ以前のアメリカロッキード社製のP-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には、合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても、1機あたりの単価が高くなっていることは、一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは自国領内へ近づく敵を早期に発見するために上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として広範囲に及ぶ索敵を主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。P-1 についてはそれだけではありません。この機体は特に潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦双竜型は敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、
P-1 はこの双竜をも探知できると考えられているのです。この探知能力は通常動力型の潜水艦だけなく原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろんロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを潜水艦隊とともに証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがあるムズンという言葉は中国の古典に由来します。それはどんなものをも貫く矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ盾、盾を売ろうとしていた商人に一人の男が、ではお前の売っている矛でその盾をついたらどうなるのかと質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、双竜潜水艦が矛であり P-1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。 P-1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器をこの機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる、できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際に、このような兵装が可能である、有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては、無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、P-1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には遠距離対応の艦対空ミサイルや中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御用兵装が装備されているからです。万が一にも武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。P-1 哨戒機には量産化された機体としては、世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離は、なんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P-3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P-1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が
効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが、70機ぐらいを目安として配備が進められているようです。P1 哨戒機は現在 P3C 哨戒機を配備している。青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で配備されていく予定となっているそうです。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や